テトパッチン。いただきます。豚しゃぶだ。豚しゃぶだよね。うん、ドレッシングうまいね。そう、作った。うん、もう美味しいよ。うん、卵が食べてる。この、あまりない高級ブラ肉だね。うん、でもこれ 100g100 円もしてないと思う。うん、80円ぐらいじゃないか。安っ。美味しいですか。あ、味付けがいいじゃん。うん、そう、これなんか業数でね、安かったの。だからなんか いつもよりノリの匂いがしたんだ。うん、これね、120円ぐらいだった、3パック入って。安いです。あ、葉っぱも食べてる。お姉さんだね。せーの、ごちそうさまでした。ナイス。じゃあ椅子に座ってください。何？椅子に座ってください。なんで座るの？包丁を使うでしょ、包丁。この、これ火通さないとね、食べれないからね。火通さないと食べれないの？そう、今からね、クレープ生地作るからさ。なんで？クレープパーティーするでしょ。これでフルーツ切ってくれる？うん。桃はやらない？桃はね、やらない。キウイと、じゃあまずバナナを切ってください。バナナどこ切る？確かにオールキウイじゃん。あ、そうだそうだそうだ。で、じゃあ、で各自ゴミ置き場はここね。すごい上手だね、これ。左手で押さえないと、左手をこんな感じで。でも左手使わないと切れないからね。そう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 。フォーク使う方？そうそう、フォーク使う方は右だね。こっち。そう。次左。わ、切れたよ。切れた？切れた。じゃあい。パパに来て。わあ、すごいじゃん。ガムした。これだとご飯もせずできるからすごいね。ちょっと味見しよう。じゃあ味見する。する？うん、僕も味見する。はい、美味しい。いる？僕も。いる？美味しい？甘い。美味しいよね。値段を抑えるために植物性にしたから、あ、ちょっと甘さ控えめなのかも。そうそうそう、お上手じゃん。キャベツ？うん、あ、それね、レタス。レタスか。くやるじゃん。やりたいね。なんで？なんで？キリッちゃん、そこだよ。じゃあ次行こうだい。あ、よっか。想像して1秒も経たず。次答えだよ。じゃあちょっと待って待って待って、何しようと思ったらもう忘れちゃった。何？大丈夫？じゃあ、せーの。
れをね、まずね、これをこうやって乗せるね、じゃあここに。で、ここに好きな具材を入れる。何がいい？これ卵、うん、どれ？コーンこれ。で、これで食べるんだよ。あ、待って、これで、あ、待って、そう、そう、どう？どう？おいしい。デザートクレープから食べちゃおう。めちゃめちゃ美味しそう。フルーツいっぱいあるから。パパ、ん？バナナもやって。いや、パパ、これにはちょっとバナナ入れないな。うん、トマト、おいしい。キュウリ？すごく好き。あ、キュウリが入ってる。キュウリの極意した方がいいんじゃない？おいしい？おいしい。野菜を食べる。おいしいクリーム。ね、おいしいね。またやりたい？またケーキやりたい。ケーキ？ケーキ？パーティーのこと？てるよ。うん、うん、お惣菜クレープも美味しい。メロメロきちゃった。メロメロきちゃった。美味しい。お邪魔します。これキュウリでした。はい。バナナたっぷりにしちゃうね。みかんもたっぷりにしよっか、せっかくだ。いただきます。どうぞ。おいしい？おいしい。やったじゃん。すごい。じゃあせーの、ごちそうさまでした。めっちゃ硬い。ちょっとこれ。あ、できた。あ、すごい。パパだと強いんだね。すごい。もうやばいじゃん。パパだと強いんだ。あ、もう青のりが全然なかった。青のり全然なかった。うん、できたよ。わーい。ジュースジュース。せーの、いただきます。食べる。これ、うん、どうぞ。
これ多分あ、こっちか。うん、うまっ。そばでいい？うまっ。おいしい。はい。最近カレー食べてなかったから、カレーってだけで嬉しいわ。うん、うまっ。うまっ。うん、これをね、あの、つけそばに入れて味変もできます。あ、温玉。温玉ね。うん。うどんが美味しすぎるのな。美味しすぎて困っちゃうね。うん。パパも美味しすぎる？うん、美味しい。これ食べたいな。ん？これ。そば？そば。そば。そば。